最近私が喫茶店にハマってるのはもうご存知かと思うんですけども、探し出したらあれこんなところにもあったんだっていうなんか面白い発見があって、私気になっちゃうと結構行っちゃう、すぐ行っちゃうタイプなんです。で、夜喫茶店というのを見つけまして行ってまいりました。結果から言いますとすごく良かったですね。ふとした時にあれ、あ、なんか家にいる感じになっちゃって、あ、これはちょっとまずいなんて思っちゃったりして。こちらには紙とペンがテーブルに置いてありまして、なんか書いたりもできるっていう風になってて、私は書くは書くでも絵をついなんか描いちゃったんですよね。喫茶店から想像できる女の子の刺繍なんかも可愛いんじゃないかなと思って、クリームソーダだったりコーヒーフロートだったりプリンだったり、いかがでしょうね。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。